相良氏を支えた原動力、深見長友、お家断絶の危機を何度も乗り越えた交渉力。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は深見長友について紹介していこうと思います。戦に強いだけが戦国時代を生き延びる術ではありません。時に最も重要視されたのが交渉力でした。深見長友は相良氏の重臣として相次ぐ主の死と、それに伴うお家断絶の危機をその手腕で切り抜けた人物です。彼なくして相良氏なし、深見長友の凄さをじっくりとお伝えしていきたいと思います。相良氏四代に仕える。深見長友は天文元年1532年に生まれました。深見氏は肥後、熊本県の戦国武将相良氏から分かれた家柄で、代々相良氏の執政奉行職を務めてきた重臣でした。長友が仕えたのは相良晴弘、義比、忠房、頼房の4代となります。相良晴弘は相良氏の治世の安定期を築いた人物で、なかなか有能な人物だったようです。大友義明に追われたその弟菊池義武を保護し、大友との和議を模索したりもしていました。その一方で島津氏ともそこそこ良好な関係を築いており、相良氏法度の制定や明との貿易などかなり精力的に活動していました。そんな晴弘に少年期から青年期まで仕えた長友は、そこで交渉力を磨いていったと思われます。晴弘は和歌にも長じていたそうで、その影響も受けて長友も和歌をたしなむようになりました。そしてそれが後に役に立つこととなるのです。相良義比を補佐し、死後は陽君を盛り立てる。弘治元年1555年、晴弘が亡くなると12歳の義比が後を継ぎました。まだ少年だったため、晴弘の実父上村頼興が後見を務めていましたが、頼興が亡くなると義比の家督継承に不満を持つ一派が反乱を起こします。しかし家臣一同が結束して状況を打開し、長友は義比を支えました。しかし島津氏の侵攻が激しくなると、義比はやむなく降伏することを選びます。ただその直後、島津氏から阿蘇氏を攻めることを命じられました。義比と阿蘇氏の重臣甲斐宗雲は親友でしたが、義比は戦に臨み討ち死にを遂げてしまいます。これが天正9年1581年のことでした。義比の後継ぎとなる息子忠房はまだ10歳でした。しかし長友は引導頼康と共に陽君を盛り立てることを決断します。ただ相良氏はお家断絶の危機にありました。幼い後継ぎでは家を存続できないと思われても仕方ないですし、相良氏は島津氏に下ったばかり。加えて一説にはですが、義比は討ち死にしたとはいえ、甲斐宗雲と結託して島津を討つ密約があったとも言われていたのです。ただそこで物を言ったのが長友の交渉力でした。彼は島津氏との交渉の席につき、忠房に家督を継がせることを認めさせたのです。不穏なムードを交渉で切り抜けるとはいえ、幼い忠房の家督継承に異論を唱える者が出現しました。討ち死にした義比の弟頼貞です。彼が反抗の姿勢を見せたため、長友はここで一計を案じ、頼貞の元へ赴きました。そして人吉城、熊本県人吉市相良氏の本拠地の者はあなたに従いましょうと頼貞に下る姿勢を見せました。もちろん嘘です。さらに長友はこう付け加えます。しかし上熊地方の者たちについては分かりませんので、ご自分で出向いて確かめられた方がよろしい。これを聞いた頼貞はまんまと出かけていきました。
ところがそこで島津方に包囲され、家督を奪おうなんて無謀なことはダメだと説得を受けたのです。島津の兵に圧倒されたのかどうかは分かりませんが、頼貞は意外とあっさりこの説得を受け入れたのでした。ちなみにその後の彼の消息は不明です。こうして事態は収束したのですが、おそらく島津に対して長友が働きかけてこうなったんじゃないかなと思います。もしかすると頼貞の行方不明というのにも裏があるんじゃないかとも考えてしまいますが、またしても主君が急逝。そこでも発揮された長友の手腕。長友の起点でお家騒動の危機を切り抜けた相良氏でしたが、天正13年1585年、忠房がわずか14歳で病死してしまいます。またしてもお家の存続に暗雲が立ち込めますが、長友はそこで忠房の弟頼房を擁立することにしました。頼房は島津氏の人質となっていたのですが、そこは長友の交渉により頼房の弟長友が代わりに人質となることで、頼房は戻ってくることができたのです。こうしたことができた裏には、長友がとにかく波風を立てないように努力していたという事情もありました。島津義久が病に伏せった際には、長友は得意のレンガの腕を発揮し、病気平癒の願掛けとして1万もの発掘を行っています。いくら得意とはいえ相当難しいことだったと思いますよ。まあつまりはそれほど島津に尽くしますよという姿勢を見せたことにもなるわけですが、豊臣秀吉に気に入られ相良氏の領地安堵を取り付ける。天正15年1587年になると、豊臣秀吉による島津氏を標的とした九州征伐が始まりました。当初相良氏は島津方として参戦しましたが、戦況が徐々に島津不利になり、島津氏の主力が相良氏の領地である八代から退却して秀吉が入城すると、長友はそれを聞くや否や長友を連れて秀吉のもとへやってきます。そして謁見の場で交渉力を発揮し、相良氏の領地安堵を取り付けたのでした。おそらく長友の交渉が見事だったのでしょう。秀吉は彼の能力を認め、秀吉の直轄地となった水俣地方の代官を彼に命じました。またレンガの腕前を披露する機会もあり、秀吉は痛く喜び、なんと長友に直臣にならないかという誘いまでかけたのです。もちろん長友は丁重に断りましたが、その能力は天下人にまで認められるほどのものだったことがわかりますよね。肥後国人一揆で大ピンチ、頼みの綱はやっぱり長友。九州征伐の後、肥後統治を命じられたのはさっさ成政でした。しかし彼の統治は失敗し、多くの黒人の反感を買ってしまった上、肥後国人一揆を誘発してしまいます。この事態に際し、秀吉は島津義弘や伊集院忠宗などに成政への加勢を命じました。そして島津伊集院の軍勢が集結したのですが、ここで成政が自分を討ちに来たのかととんでもな勘違いを犯し、なんと頼房に対して奴らを入国させないように食い止めてくれと要請してしまったのです。そんなわけで相良側は島津伊集院の軍勢を国境付近で阻んでしまいました。こんなことをやっていたわけですから、一揆がすぐに収まるはずもなく、それを知った秀吉を激怒させてしまったのです。今度ばかりは本当にまずい状況。しかしそこでまたしても長友の手腕が頼みの綱となりました。長友はすぐに国境封鎖をやめさせると、上洛して秀吉に会い、平謝りして事の次第を説明し、その後島津方にも謝罪しました。このような迅速な対応により、相良氏は何とか処罰を逃れることができたのです。長友がいなかったらと思うとゾッとしますよね。悩みの種は後継ぎ。その後の深見氏と相良氏はどうなった？
佐倉氏の重鎮として比類なき功績を挙げた長友ですが、彼の悩みの種は自身の跡継ぎのことでした。嫡子をすでに亡くしていた彼は甥の深見頼倉を養子としていたのですが、この頼倉があまり出来の良くない人物だったようです。一方、長友と共に佐倉氏を支える印藤頼康には印藤頼江という実に聡明な息子がいました。長友は頼江の才能を見込み、なんと彼を跡継ぎに迎えようとしたのです。しかしさすがに一族から反対されたため、やむなく頼倉を跡継ぎとすることにしぶしぶ同意したのでした。ただ頼倉を奉行とするだけではなく、頼江も同格としたのです。頼倉と頼江の仲を不安に思いながらも、天正18年1590年に長友は亡くなりました。そして彼の懸念は現実のものとなり、頼倉と頼江は争い、やがて佐倉氏を巻き込むお家騒動が後に起きてしまうのです。それは印藤頼江の回でお楽しみくださいね。まとめ。1、佐倉氏四代に仕え、若い頃から和歌やレンガなどにも造詣を深めた。2、佐倉義秀の討死に後は幼い忠房を擁立し盛り立てた。3、忠房の家督継承に不満を持つ相手を交渉で排除した。4、忠房が急逝すると弟頼房を後継ぎに据えてお家断絶の危機を乗り切った。5、豊臣秀吉に謁見して佐倉氏の領地安堵を取り付けたが、気に入られて直臣に誘われた。6、主頼房が手違いで味方を攻撃してしまい秀吉を激怒させるが、長友の対応で処罰を免れた。7、自身の跡継ぎにだけは頭を悩ませていた。当主が相次いで亡くなるピンチを迎えた佐倉氏が存続できたのは、佐倉氏に無二の忠誠を捧げた長友がいたからに他なりません。本当にありがたいことですよね。もし彼がその知恵を下克上や裏切りに使っていたら、ひとたまりもなかったはず。やはり立派な人物は忠義の心を持ち合わせているのですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。